皆さんこんにちは、滝沢克成でございます。リクエストにお答えしまして、ヒットソングに学ぶ作曲理論講座復活でございます。わー、先日は、リクエストありがとうございました。何年ぶりでしょう。8年ぶり、10年ぶり、ちょっといつだか忘れましたけども、まあね、名前の通り、皆様が知っているようなヒットソングをモチーフにして、この曲のここがすごい、このテクニックがすごいみたいな感じで、解剖アナライズを知ってですね、解析研究をして、まあより一層曲の理解度を深めたりとか、まあ、もしくはね、その作曲される方でしたら、あ、そういう作曲テクニックあるのか、なるほどなみたいな感じで参考にして、どんどんこのエッセンスを吸収していこうぜ、イエイっていう感じの、そんな感じの理論動画でございます。で、久々の今回はですね、まあ、どなたをモチーフにするかと申しますと、藤井風さんでございます。で、藤井風さんの青春病という曲をモチーフにしようかと思うんですが、ちょっとね、本編に入る前に少し前置き。藤井さんの曲はもうね、この、いわゆるこういう作曲理論講座みたいな感じの教材としてですね、むちゃくちゃ秀逸な曲がいっぱいあります。というか、全曲秀逸です。もうすごい、コードの使い方とかメロディーの使い方とかですね、すごいこの、もうなんだろうな、もう教科書としてとてつもなく適切なんですよ。そのぐらいこうね、緻密ですごい凝っている作り方をしております。で、なんかね、まあヒットソングってさ、ほら、まあいっぱいあるじゃないですか。ヒットソングメーカーとかヒットメーカーってまあたくさんいらっしゃるわけじゃないですか。で、それぞれ皆さん天才なんだけども、藤井さんの場合のその天才っていうのはですね、またちょっと方向性が違って、まあいわゆる、まあ今時で言う、その夜遊びとか夜しかとかって、ああいう感じの楽曲っていうのはもちろん天才なんだけれども、なんか僕にとっては、料理に例えると、お料理に例えると、なんかね、見たことがない食材とか、見たことがない調理法とか、見たことがないソースとかを使って、新しい料理を生み出してるっていう感じなんですよ。なので、まあね、全然見たことがないし、食べたこともないけどもね、食べてみたら、これめちゃめちゃ美味しいな、すげえな、新しいなって、すげえ新しい文化だ、天才だっていう感じの高校生の天才なんですけども、藤井さんの場合の天才はちょっとそっち側じゃなくて、なんかね、このね、なんていうのかな、料理で例えるとすると、もうね、チャーハン抜群にうまいんですよ。で、味噌汁取らしてもね、抜群に出汁上手なんですよ。で、照り焼き作ってもすごい美味しいし、かといって洋食、シチューとか作らしてもめちゃくちゃうまいし、ピラフとかパエリアとか作ってもめちゃくちゃうまい。もうそれぞれの一つ一つの料理のクオリティのポテンシャルがむちゃむちゃ高いんです。でも、それからまたプラスアルファで、発想がですね、すごいんですわ。で、その発想もめちゃくちゃ新しい発想じゃなくて、割とトラディショナルなんだけれども、今まで誰も考えつかなかったっていう組み合わせがすごく多いんです。例えばその照り焼きってさ、まあ豚肉とか鶏肉とかブリとかをまあ照り焼きにしたりとかするのが普通じゃないですか。で、藤井さんの場合は照り焼きっていう料理自体がすげえ上手なんだけども、それを照り焼きにするかっていうのをね、持ってくるんですよ。で、それを照り焼きにするかっていうのも、すごいこの斬新な組み合わせなんだけども、考えてみれば確かに食べなくてもそれうまいわ。確かにそれはね、組み合わせすっごく相性がいい。なんで今まで考えつかなかったんだろう、なんで今までやらなかったんだろう、誰もやらなかったんだろうっていうぐらいの、このね、ひらめきが凄まじいんです。で、一曲の中に、そういう驚きが一つ二つとかあったらまだいいんですけれども、藤井さんの曲の場合はもう、どの曲に関しても、そういうひらめきの発想がですね、むちゃくちゃいっぱいあるんですよ。だから、正直僕の感想としては、藤井さんの曲を聴いてると、もうね、感動っていうかね、そのね、感心しかないです。普通にもね、すごい。あ、その組み合わせ持ってくるか、すげえなー。あ、そういう作り方するか、もうすごいな、もう半端ないな、みたいな。だから一つ一つの、その、作曲のテクニックとか、メロディの作り方とかっていうのは、割とまあ、昔からトラディショナルなテクニックのうちの一つなんだけども、そのね、持っていき方、アレンジの仕方が、もう、凄まじく天才的。っていう感じのイメージなんです。まあちょっとね、こう言われても名残っちゃうって感じかもしれないんですけれども、まあちょっと今回はですね、その青春病という曲をモチーフにして、ちょっとその辺を語っていきたいなと思っております。よろしくお願いします。とりあえず、私はそのコードはダイアトニックというコードで見ていくので、まあこの曲ってキーが最初 B なんで、まあ本当はね、E とか F シャープとか、D シャープマイナーとかっていう風に書かなきゃいけないんですけれども、ちょっとこの書き方はしません。キーが B、からスタートして B、C シャープマイナー、D シャープマイナーって、こう、まあ、ダイアトニックがある中で、あ、キーが B の時に使えるコードとして、7個、出てくるんですよ。なんで、キーが B の時の4番目、まあ、これは E なんですけれども、
で、その次 B の5番目は F シャープなんですけども、こんな感じでね、コードネームではなくて、その番号で、聞いていきます。あ、書いていきます。この辺もうちょっと詳しく知りたいよという方いらっしゃいましたら、プチ音楽理論講座という動画で、このダイアトニックコード、ディグリーの説明をしているので、そちらを参考にしていただけたら幸いでございます。では参りましょう。まずサビ。サビはこう D メロって書いたらいいのかな、ちょっとわかんないんですけども。まあ、行ってみましょう。タラティンタタンタティンタティンタタンタタラティンタタンタタンタティンタタンタラン、タラタンタティンタタンタティンタタンタタタン、5マイナー1セブンス。タラティンタタラタティンタタン、3から5シャープに行って6。タリタリラテタティララン、タラタリラテラリロロン、6に行くと。で、この6から転調します。ちょっとごめんなさい。いろいろすっ飛ばします。とりあえず書いてみます。ここからタリラン。タルティンタランタランタンタンティンタンタンタン。5マイナー。いつでもタタンタランティンタン。タランティランタンティンタンタンタン。タティランタタンタタンタラタタンタンティンタン。7フラット。7フラット。もっと言うと13ス。タタンタンタン。で、B メロ。タンタランタンティラタンタランタティラタンタランタタ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 タランタランタンティラタンタランタタ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 、ここは割とシンプルですね。で、止まることなくのところから、ここも割とシンプル、走り続けて、そんとはそんな風に思いたいだけだった、ちょっと進んであとちょっと下がっては気づけばもう暗い空、こんな感じのディグリーでございます。では順番に行きましょう。まずそのね、コードだけアナライズすると、まあそんなにむちゃくちゃ目新しいものはないかと思います。順番に弾いてみましょうか。タラティタタンタタンティントトトティト6で2タンタタンタで5に行って1でてで5マイナー1セブンス。これはまあこの4を1と見立てて2、5、1と言っているので、これはまあそんなにね、目新しいテクニックではないですね。本当は5ってこのね、F シャープメジャーコードじゃなきゃいけないんですけども、これ F シャープマイナーにしてしまって、で、なおかつ B7、まあ B9 とかにしてしまって、4に解決するっていう。なんか専門用語で言うと、そのセカンダリードミナントとかってとかするんですけども、まあこれはまあよくある手法です。で、その次3に、タラタンティタンタンティタン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 、この5シャープはですね、代理コードって言い方をするんですけれども、まあ、その3、7、コードネームで言うとすると D シャープ7ってことですね。D シャープ7。皆様が知っているような、すごいシンプルなコードで、コードでいくとするコード。で、これから、G ディミニッシュに行って、A フラット。マイナー7に解決すると。この3-7をこのゴニョゴニョゴニョって作り変えると、入れ替えると、このディミニッシュというコードになるんですよ。なんでこの5シャープは突然来るとなんじゃこれって感じがするかもしれないんですけども、3-7の変化形っていうふうに思っていただけたら大丈夫です。3-7からちょっとこのベースが、ドゥーン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 。なんかちょっとこの変化すると動きがあって、なおかつ、ああっていうこのエモーショナルが出てくるじゃないですか。なんでこのね、5シャープっていうね、テクニックがあるんだなってことを覚えていただけたら嬉しいですね。3-7から5シャープにて6に解決する。で、この3-7から5シャープ。この5シャープは、まあめちゃくちゃこのね、とてつもない、どうでもいい、全然関係ないところからね、突然バーンって湧いてきたんじゃなくて、3-7をゴニャゴニャゴニャと作り変えると5シャープになるっていう、代理コードって言い方をするんですけども、代わりのコードです。で、6。で、タラタラティラティタティトトン。タラティタティケケケケケン。で、本当は最後の6ってこれマイナーコードじゃなきゃいけないんですけども、厳密に言うと6メジャーセブンスになっております。で、6メジャーセブンなんだけども、ここでそのね、キーが変わっておりまして、キーが B から、A フラットに移動しているので、タラティタリタタティトトン。この本当はマイナーコードじゃなきゃいけないんだけども、タラティタティトトトトトン。A フラットメジャーセブンスにして、で、なおかつ、これを1と見立てて、キーが変わってます。これは1。で、4。で、3。こんな感じで、この6、
から、6号機橋渡しきっかけにして、キーが変わるのは、これはまあね、よくある手法なんですけれども、でもサビの中でね、こんなね、トラディショナルのテクニックをね、ちゃんとこう、さりげなく自然にこうね、パパパッとね、突っ込めるのは、これも結構さすがだなって感じがすごくしますね。で、コード進行もなかなか面白いところなんですが、メロディーがまた凄まじくて、どういうことかと申しますと、例えば最初4のコード、これあの E メジャー7なんですけども、E メジャー7のその構成音、1度、3度、5度、7度。で、その次 D の、1度、3度、5度、7度。まあこんな感じで基本的にコードって3和音か4和音で構成されているんですけども、この1、3、5、7ってある中の上の方のメロディ、上の方の音にメロディーを当てると結構エモくなるっていう、なんかそんな感じのこのメロディーの特性みたいなのがあるんですよ。なんかおしゃれになったりとか、なんかこの、なんだろうな、まあ味わい深くなるというか、すごいこのコードの景色をメロディーがすごく表すみたいな、そんな感じになるんです。で、見てみると、最初、タラッタラタタタタタタタ、青春の病に王の青春。この音がもうね、最初のね、この4のね、4番目、そのセブンスの音です。青春。だからこの E メジャー7のコードをプラス、青春。このメロディのシューのこのセブンスの音が、このコードの役割も、助けてるんですよね。このメロディーが例えば1だったとしたら、このだとしたら、1だとしたら、別にメロディーとしては悪くないんだけれども、あまりこのコードのキャラクターカラーはあんまり出さないんですよ。なんでかっていうと、1の音はマイナーであろうと、セブンスであろうと、ディミニッシュであろうと変わんない音だから、メロディーがコードの役割を説明するっていう役割を持たないんですよね。けど、セブンスの音、の音に持ってくるだけでメロディーがコードの役割、コードのカラー、コードの景色、コードの色、匂いをさらにこうね、助長させるんですよね。こういうメロディー選びがむちゃくちゃ上手です。順番に行きましょう。4番。この3から6に行くときもね、そうなんです。青春の病に丘。この時にそのカの音、これまた。1、3、5、7の音です。ぬかさねで、6人いた時の1、3、5、7、7。この3のコードの時も6のコードの時もメロディーがバッチリと7度の音に当ててるんですよ。かさねかさねこれ。で、また、はかなはかなっていう感じになるんですけども、この2の時の今度はですね、1、3、5、7、9っていうですね、このテンションコードっていうんですけども、このね、7度にメロディーを当てるというですね、すごいコードテクニックをさらっとやってのけてるんですよ。で、なおかつ、この7度に当ててるのもすごいんだけれども、何がまたさらにすごいかっていうと、青春の音と、はかなのメロディーが一緒なんです。だからここが、ここのメロディーとここのメロディーが一緒なんですよ。メロディーを繰り返すことで、この曲の印象をはっきり、この視聴者さんというか、リスナーに、この、植え付けるというか、印象付けるというか、結構これ、あの、メロディーを繰り返すのは昔からある手法で、例えば、I want you, I need you, とか、I love you, これとかめちゃめちゃ顕著じゃないですか。こんな感じでメロディーを繰り返すっていうのはね、昔からある手法だし、コードのこのテンションのところに当てるっていう手法ももちろん昔からあるんだけども、これはさらっと組み合わせてくるっていうのがね、マジで天才的。で、ちょっと続きましょう。儚いものばかりもと。で、この1の時も9なんですよ。音、この音。で、この5枚の時に、持って、この手の音。これはこのね、サーティンスっていうね、テンションに当てるんですよね。もう1とか3とか5じゃなくて、もう7とか9とか13とかにメロディー当ててくるんですよ。これマジやばい。で、また、あとは、何なってて、チーン。なんだっけ？チーン。チーン。こんな感じでメロディーが締めくくられるんですけども、この1段目がマジですごいやばいっていうのは伝わりましたでしょうか。
で知るだけ、ここのところまたね、このね、あのメロディー、もっと言うとね、メロディーがね、ベースとカウンターになってるんですよね。こうこのメロディーはだけだけだけで下がるんだけど、ベースはドゥードゥーで上がるんですよ。ベースは上がるけど、メロディーはこの下がってくる、声のカウンターって言い方するんですけど、エモくない？このメロディーとメロディーとベースだけでこの曲が完成するみたいな感じの、でまたそうですね、こことここがまたこの同じメロディーなわけですよね。若干このね、タダリロ、このメロディーの並べ方はマジうまいなって感じがしますけども、もうね、ちょっともうすごすぎてもね、かすれてしまう。このしらめき、この音遣いもすごいっすよ。だってさ、このさ、この青春のさ、このコードが3なんですけども、この3時のこの度数でいくとすると、ここ1753とコードの音をね、1753とコードをアルペジオしてるんですよ。メロディーで、メロディーでコードをアルペジオしてるんですよ。分散和音してるんですよ。やばくない？だからこのね、あのメロディーとベースだけですごいこのコードのカラーがめちゃめちゃはっきり出る。で、どうこうか。で、今すさまじい。もうサビだけでもこれすさまじい。で、こんなのが、ずっと続きます。ずっと続きます。ちょっと A セクションいきましょう。コードはそんなに、難しくないですね、また。にゃんにゃにゃん。やらにゃんにゃにゃん。にゃん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 。と思ってた。でも違った僕は。こんな感じでございまして、5マイナー1セブンス4、これはまあサビでも登場してきたセカンダリドミナントですね。4を1と見立てて2、5、1と、コード進行を変えていくと。で、この3、5、シャープ、6に関してもこれさっきできたやつです。多分藤井さんがこれ、手癖なんでしょうね。で、その次2に行って、ここまではまあいいんだけどもね、この4マイナー。本当は4って、まあメジャーセブンとかメジャーコードしなきゃいけないんだけども、マイナー持ってくる。で、さらにそこから、7のセブンス、7フラットのセブンスに行って1に影する。これちょっとね、なるほどなって思いました。4マイナーから7フラットに行って1に影する、なるほどなっつって、なるほどな、これはね、うまいうまい、すごい上手、いいいいいい、すごくいい、このコード進行おしゃれじゃない。コード聴いてるだけでマジうまい、すごい、すさまじい、すごいいい。で、メロディーちょっと行ってみるとすると、最初、なんだっけ、やめたか。あんなこと、ひでる。もう言わずもがな、このね、733733。このコードが1357ってある中で、この7と3度の音がね、コードとしては一番美味しい音なんですよ。さっき言った通り、その1っていうのはですね、この上のコードが何であってもあんまりこの影響ない音だから、あんまりこの美味しい音とは言えない。で、5度の音も、ディミニッシュ、まあ、というその四則演算じゃないけど、メジャーマイナー、に関しては変わらないんだけども、オーギュメントとかね、あのフラット5とかになると変わるんだけども、基本的にこうね、5度ってあんま変わらないから、5度の音もそんな美味しくないんです。けど、7度と3度に関しては、コードによってすごいこの変化に富むから、メロディーとか、その、構成音としてはね、美味しい音なんですよ。で、その音を、あの、マグタン、タランテンタタン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 、バッチリ当て込んでくる。すげえ、マジで。と、と、思ってた。ここもすげえ。と、思ってた。でも違った。このメロディーもすげえ。と思ってた。だから歌詞もさ、やめたですよ。あんなこと、あの日でもやめた。で、あ、やめたのかと思ったら。と思ってた。で、覆してきたみたいな。覆してきた。と思ってた。覆
覆してきた、前提覆してきた。でメロディーもすげえ。本当思ってた。この音ってあんまね、コードってね関係ないんですよ。でもこれね、サクッとすげえね、さりげなく自然に入れてくるし、しかも2回繰り返しじゃない。と思ってた、でも違ったって感じ。と思ってた、でも違ったって同じメロディー2回繰り返すんですよ。これマジ本当すげえ。なんでこんな自然に当てはめられるの、半端ね。で、僕は、ここまたこのカウンターですよ。くは、たん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 。こうか。た、ぼくは、くは、で、メロディーは下がるけども、ブーブー、レースは上がってくる。くは、くは、カウンターっすよ。すげえ、さりげなく入れ込んできた。いろいろさりげなく入り込んでる。で、自分が、なんだっけ、こっちか。くが思う、この理に関しては唯一、そんなにこのね、あの、特殊することがないです。唯一。この曲の中で唯一。カン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 。で、4マイナー。7度から始まるんですね。で、このセブンスの時もですね、このね、シックスの音から始まるんですよ。すごい、このね、6度超え入れてくるからなと。で、6、7で解決するんだけども、6の音もやばいんですけど、この音。グワナカアの音、この音がまたさらにやばい。あ、この音って、あの、音階のそのスケールの名前でいくとすると、オルタードスケールっていうのを使ってるんですけども、オルタードってね、その使えるとむちゃくちゃおしゃれな響きがする、すごい美味しいスケールなんですよ。ただむちゃくちゃ用法用量が難しくて、変に立って使うと単なる不協和音、単なるなんかこの間違えた音に聞こえてしまうんです。だから使いどころがむちゃくちゃ難しいんですよ。単にかバーンって入れると、あの人間違えたわ、音痴やわみたいな感じになってしまうから。だから本当にここをずって時にサクッてさりげなく入れるのが一番美徳とされるんだけども、入れてんすよ、オルタード。あー、この音、移動音で言うとソシャープの音なんですけども、ソシャープーソーでソーソーみたいな感じで解決するんですけども、なんかすごいこのあーたー、めちゃめちゃおしゃれじゃない、ここだけでも。くわくわなかーたー、めちゃめちゃおしゃれじゃない、やばくない。もうこんな感じ、一小節一小節にも驚きがあるっていう、そんな感じなんですよね。やばいっすよね。 B メロいきましょう。ここら辺からもまたやばい。君の声が、この君の声が、このがの音、この6に対する11度、イレブンスの音なんですけどもね、イレブンスってぶっちゃけもね、関係ない音なんですよ、コードと。もうぶっちゃけ関係ない音、そんな直響はしないから。ぶっちゃけ関係ない音をメロディーにしてるんだけど、全然違和感ないじゃない。なんでこれ6の音なのに、君の声が、なんでこの音なんだよってね、すごく思うんですよね。なんでこの音なんだよ。しかもすげえ自然じゃねえか。なんで、どういうギミックが起きてんのっていう感じ。君の声が、君の声が、で、もう一回その君の声がって繰り返すんだけども、2の時のそのナインスに当たってるんですよね。ナインス。こんなナインスかよみたいな。君の声が、君の声が、こんなないんすか。で、君の声が、君の声がって、こう2回歌詞、メロディーを繰り返すのもすごいむちゃくちゃ、スタンなんですよ。もう一回、もう一回、もう一回、もう一回とかもあるじゃないですか。もう一回、もう一回、もう一回、もう一回って感じで、そのもう一回のこのメロディーをこうずらしながら、このね、強調して、この印象付けるっていうのは何でもあるんだけども、この君の声がの音選びがもうえぐくてえぐくて、なんだそれはっていう。君の声が、君の声が、なんだその音選び。ナインスってどういうことだよ。なんだっけ？なんだっけ？このルーの音も、音がないんですよね。音程がないんですよね。よく聞いてみてくださいませ。なたはかすめては焦る。なんかこのルーみたいなのがすごい、なんか流してるんですよ。何その歌い方、何その音程がないっていう、その新しい手法もちょっとやめてくれるって感じですよ。で、また、こんなままじゃん、こんなままじゃん。
でまた同じ処方箋、今日はここで生きてあげる、なんだそりゃっていう。でこの C セクション、このねあのサビに対してこう、ね、メロディが3つあるってのもねすごい新しいですね。これは斬新です。まあポップスって大体その A メロで B メロで盛り上がっていて、サビでこのドーンっていくみたいな感じの3部構成が多いですし、まあ洋楽に関してはね A メロが終わったらすぐサビっていう感じの2部構成が多いんですけども、なかなかこうね 1,2,3 サビっていう4部構成はなかなか、見ないです。でこの止まることなく止まることなく、この止まることなくのメロディー選びはマジでエグい。なんでこのなんだこの音遣い。これもさっき言ったとあったそのぶっちゃけそのコードと関係ないメロディーなんですよ。その度数とか構成音とか全然無視して止まることなく、なんかこの気持ちいい音を探したみたいな感じ。なんでこの音遣いになってきたのかなって感じ。でこ次走り続けこの音け、まあ、このけの音ってブルーノートって言うんですけども、まああのねジャズとかブルースとかで、まあ、ギターが、まあ、むしろその鍵盤とかね、まあ、その楽器がですよ、楽器がなんかこのブルージーな音を出すときに、出したいときに使う音遣いであって、あんまりこのボーカルとかメロディーラインで大々的に使われることってそんなにないんです。なんでかっていうと、これはオルタードスケールとかと一緒で、使うと、やっぱりこの外れた音、なんかちょっと不協和音、なんか浮いた音に聞こえてしまうから、あんまりこう大々的に使うことないですよ。しかし、ところがどこへ。止まることなく走り続けてきた。むっちゃ使ってるっていう。しかも何回も本当にそんな風に思いたいだけだった。でもそんなに違和感ないじゃない。何それ。3回ブルーノート連続ですよ。で気づけばもうこのそれまでこのナインス止まること止まる、この音からスタートだったんだけども、これでもその次4回目は気づけばもう、今度は3度から始まるんですね、メロディが。気づけば で、この暗い空のラの音、これもね6なんですよね。何このラ。ラ・イ・ソ・ラで、このラ・イ・ソ・ラもすげえなって感じなんですけど、その後のああがまたすごいんですよ。気づいたこれ。気づけばもう暗い空まではいいんだけども、あーのそのあーの1個目あーってあるじゃないですか。1個目のあがなんでっていう音遣いなんです。この気づけばもう暗い空い空じゃないですか。でもあーがあーなんですよ。わかります。暗い空あこのあーでもうちょっと一足先に次のキーにボーカルが行ってるんですよね。それまであーいそらこんな音遣いなんだけども、こんな音階なんだけども、そらーなんか次のあーこれ周りの楽器がまだその次のキーが B、 このサビはキー B で、こっちがそのキーが A フラットなんですけれども、まだみんながそのねキー B に行ってないんだけどもね、ボーカルだけ先にこのあの1個目の音でもう先に B に行ってんすよ。そんなことあるっていう、そんなことあるっていう、そんなことあるっていう感じの驚きでございます。そんな塩梅でございます。でこの青春病まだまだその先に続いてって、こんな驚きはどんどんあるんだけども、この時点でこれ何分喋ってんのこれ。もう20分もう30分近く喋ってますよ。ちょっとまあどこまで伝わったかどうかわかんないんですけども、とにかくまあ凄まじいということは伝わったかと思います。どうでしょうか。でさっきも言いました通り、藤井さんの曲はですね、どの曲に関してもねこんな驚きがむちゃむちゃ散りばめられてるんですよ。これねちょっと皆様ポカーンって感じかもしれないんですけども、曲を作る人から見ると本当もうねテクニックの宝庫でございますので、本当もうね、めちゃめちゃ面白いですよ。もう藤井さんの曲は全曲アナライズしても全然いいんじゃないかなってぐらいに、とてつもない面白い要素がたくさん散りばめられているので、本当ぜひ研究していただけたらなと思うんですけれども、とりあえず今回はこの青春病の、ワンコーラス分の、アナライズでございました。いかがだったでしょうか。
まあ、ちょっとね、その専門用語が出てきたりとかしてですね、ちょっと、ついていけないっていうふうに思っちゃったかもしれないんですけども、まあ、わかる人からすると、すさまじく楽しい内容かと、思います。もしね、皆様の方でわかんないところとかありましたらね、質問とか、書いていただけたらなと思いますし、まあ、今回のそのね、感想とか、質問とか、まあ、それぞれのリクエストとか、あの曲もやってくれ、この曲もやってくれ、みたいな感じのリクエストとかがありましたら、まあね、お気軽にパペッとコメントしていただけたら嬉しいなと思っておりますので、よろしくお願いします。とりあえず今回は藤井風さんの青春秒のワンコーラスの、解説でございました。いかがだったでしょうか。そんな感じでしばらくね、ヒットソングに学ぶ作曲理論講座、次は多分、あいみょんさんのマリーゴールドとかになると思うんですけれども、続けていこうと思っておりますので、もしよければ楽しみにしていただけたら幸いでございます。はい。ではそんな感じで終わりにさせていただきましょう。長い動画最後までご視聴ありがとうございました。お気軽にご意見、感想、リクエスト残していただけたら嬉しく思います。よろしくお願いします。それではまた違うところでお会いしましょう。さよなら、グッバイ、じゃあね。